本日は、えー、コンデンサの、まあうん、と電気回路のです、ね、問題例題を作ってみてですね、それを解いていきたいと思うんですが、えー、その前にコンデンサに関してですね、えー、回路の、えー、ちょっとね法則がありましてそれを先に説明していきたいと思いますまずこのようなコンデンサの、えー、並列じゃなく直列の回路が出たとしましょうこの時の、えー、それぞれのね、えー キャパシタンスを C1C2 としてその時かかる電圧を V1V2 そして、えー、Q ですねそこでの電荷量、えー、を Q と置いた場合にコンデンサのキャパシタンス C1 に対する電荷量 Q1 を、えー、このようにね C1 に対して Q1 そしてキャパシタンス C2 に対して、えー、電荷量は Q2 というふうに、えー このように、ねえー、置いていてくとですねまず、えー、このようなうん方式が、えー、法則が、えー、あるみたいなんですねそれがここ全ての直列ですよ直列回路におけるコンデンサー2つのキャパシタンスのオールは全てのキャパシタンスは、えー、まあ静電容量とも言いますねキャパシタンスのことつまりコンデンサーがどれだけ電気を蓄えられるかこれトータルで見るとですね直列の場合 えー、総合の値はですねキャパシタンスの、えー、総合の分の1は、えー、キャパシタンスの1ですねコンデンサー静電容量1と静電容量2を足した値に等しいとなっておりますでこれキャパシタンスのオールイコールに直すとこのような式になりますね、えー、キャパシタンスのオールは C 分の1プす、えー、C 分の2これを分母に置いて分子に1置くと。 これがままず1つあります。直列回路の時に。そしてこの時の V ですねトータルの V 全ての電圧ですねは、えー、V1 と V2 を足したものに等しいとここですね直列回路のコンデンサの V1 と V2 を足したものに等しいそしてここ重要なんですがこの電荷量ですね電荷量というのは V×C で表すことができるんですがこの電荷量であるトータルの Q は すべて一緒です直列の場合でうんと例えばうん、まあ、直列回路で,ですね、えーまあ、ちょい今ねあの並列の V を、えー、表そうとしたんですよね並列の例えば抵抗の V に関してはすべて並列回路だとかかる V って一緒なんですよ V1V2 でこれは結局 この直列回路ののコンデンデサの場合ですよこの場合はこの V と同じような概念です全てにかかるこの Q ですね Q オールべての電化量というのは全部一緒になるみたいなんですよ、ね、だから並列の時の V と一緒って言おうとしたんですけど人によってこれ覚えにくいかもしれないですただ、えー、これですね Q のオール =Q1 と Q2 これすべて一緒ですまずここが重要ですねで ちなみにですが今回並列の場合もちょっと出しちゃうんですが並列の場合はまあこれ、えー、さっきと同じようにねトータルの V をね VT とかね V オールでもいいでしょう V オールとかねトータルの、まあ、V オールだったりトータルの Q は Q オールだったりトータルのキャパシタンス Q トータルで表すとしたら、えー、これ並列でコンデンサね がついているような回路でそれぞれ左側をコンデンサーのキャパシタント c 1右が c 2とした場合ですねさっき言ったようにえ、v は並列においてこれ一緒ですね抵抗も一緒ですよ抵抗とかも並列回路だと v は加わるのはすべて一緒ですすべて加わる部位は一緒ですね。ここに加わるのもここに加わるこの抵抗ね r 1 r 2としたら r 2にかかる部位も r 1かかる部位も一緒これも一緒 ここから入りましょう。並列のボルトトータルは全部一緒ですまずここそうするとですねさっき言ったように Q は V× キャパシタンスで表すことができると、ね、これは電荷量ですねそうすると Q のオールというのはですねまあちょっといろいろな絡みがあって Q1 たす Q2 で表すことができるみたいなんですこれ V が一定だからっていうのもあるとは思うんですが Q のオールは Q1 たす Q2 並列の場合はね並列の場合ですよで C のトータル、まあ、C のオールでもいいでしょうキャパシタンス静電容量のを、えー、トータルは、えー、このように C1 足すことに C2 で表すことができるんですねはいで、えー、今回の動画ではですねこのまま、えー、例題も解いていきたいと思うんですが、えー、今回は、えー、この直列の時の、ね、回路に対して、えー、どのようにと解いていくかっていうのを出していきたいと思います例えばねこの、えー こんな回路で問題が出たとしましまょう、えー、ここでね問題、えー、の出方としては、えー、静電容量ですね C2=2C1、えー、ですねこれですね C2=2C1 こんな回路の、ね、スイッチをオフにした状態でコンデンサを充電した結果コンデンサ C1 に12ロ路。 ね、の電荷が蓄えられました。その後、えー、スイッチをオンにしたら十分な時間が経過した後に C1 ここに蓄えられている電荷の大きさは何クーロンかみたいなね問題が出たとしましょう。でそれぞれの値が E が、えー、6ボルトで抵抗 R 1が2 k o こあるつも同じ値ですねキロンちなみにここですね C2=C1 であるとするとするとまずここで問題解いていく上で必要なのがさっきの公式の中の C オールというところが分かっているのでこの C オールイコール C1C ごめんなさい Q オールイコール Q1Q2 これ全て一緒だっていうのが分かっているのでここから解いていきましょうまず Q のえオールですねトータルでもいいですし Q1Q2 より今回ね 12クールスイッチオフこの状態で12クールンだとつまりここのねクールンもここのクールンもここのクールンも変わらないということはえここのクールオンは12クールンであることが分かりますねうんうんうんで次に必要なのがえ Q イコール V かける C です より、えー、それぞれの値を代入しちゃえばいいわけですよつまり、えー、これ c イコールに書き換えましょう c イコールでいうと9分の v でということが分かりますねで、えー、c オールですね c オールえー、で、えー、9がさっきでね12って分かったのと これはどういうふうに持ってくるかさっきねロク問題でも出てますね6トだったとつまり6トと12ってコンデンサーの全てのキャパシタンスを見ることができるとこれで、ね、2トですねキャパシタンスはファラットで表しますつまりトータルのキャパシタンスは2トなんですよでここで注意が必要なのがえー C2 2C1 イコールということです。これは出てるってことはですねここでトータルのキャパシスタンス分かればですね、えー、式を展開していけば C1C2 どちらも答えを導き出すことができるわけです。でこれより C オールに2ファロットっていうのを代入してさっきの公式で言うと C オールイコール C+C+C 1> す1分の C2 分の1これを分母に置けば、ね、で分子に1を置けばこういう公式で C の1や C の2が表すことができるので C オールこの式ですね今言った公式を立ててこれをまず C オールにさっき出した2ファラットの2を入れてあげると。 であとはここですね C2 イコール C1 なんでこれそれぞれね代入していけば C1 イコールにするようにすればいいとねなんでこれを計算解いていくとですね C1 イコール3ファラットになるわけですつまり、えー、C1 キャパシタンとはこれ3ファラットで、えー、ちなみに、えー、コンデンサーの、えー、C23 ファラットに C2 はここに3入れれば出る二三3が6ファラットなわけですよ それぞれのキャパシタンスがここで出ました。で次に必要なのがです、ね、スイッチをオンにした時に C1 に加えられた加えられる電荷は何歩かっていう問題ですのでこれスイッチをオンにした時を仮定してこんな図を書いてみました。ここねこの図をちょっと見ていただきたいんですがこれ単純に R1 と R2 で加える電圧を見ることができるんですね。なんで ここ横にねクオール電圧いっちゃうしえっ、ー、とキャパシタんとは別ですよ、えー、ただこの抵抗値で見たらですね見てください C1C2 もねあ違う R1 も R2 も同じ抵抗値なんですね今回の問題2キロ、2キロと2キロオーム2キロオームと2キロオームなんで単純にこれえっ、ー、とまずトータルのねえー V を見ればいいんですけどまあとりあえずねこれそ,れそれぞれねトータルの、えー、ボルトが6で抵抗それぞれあるとね、えー、これ、えー、分圧の法則でね直列の場合は6が抵抗の分だけ半分半分だったら r, 1かける、えー、r 1 × r す r 2分の R1 ですねえー、なんで、えー、2+2×6 で求めることができるんですよこれ公式的にね。 これしでもどっちもね同じ値だったらまあ半分半分にね、えー、なるとそれを抵抗が大きければ大きいほどその分ね電圧が持ってかれるんです直列の場合ねただこれね同じ値なんで両方同じ電圧が加わるとだから3ボ3トどっちも加わるとでこの C1 はさっきの形式、えー、公式で、えー、公式から 3F のものを求めたんで、えー、ボルトかけるファラッ f キャパシタンですねこれで ボルトかけるキャパシタンスで9が求まるんですよそれはこの公式から9イコール V かける C これで、えー、求めることができるんで V を求めて V ね、えー、並列だから同じぐらいかかるとで3かける3これが答えつまり9 9クールっていうのが答えですね、えー、これちょっと問題僕キャパシタンスって言っちゃったかなわかんないけど、えー、これ単位が C って書いてて、あるこことによってこれはね,電化,量ねまあ電化が高まっていくっていうんですけどこれ単位見て注意が必要なのがキャパシタンスの場合単位はファラトですでこの問題を見た時にクーロンだったとか C だったって書いてあるんですよ。これつまり電化量のことを表してるんですねここ注意が必要ですでトータルでえ求められてるのは蓄えられてる電化ですねそれ答えは9。 でそれは今言ったこの公式ですねを覚えてなきゃ解けない問題なんですがこの公式さえ覚えてればでこれ重要で僕の過去動画でもこういうの出してると思うんですけど9イコル v かけるしこれね覚えていけば覚えておけば解ける問題ですしまたねこれ並列問題が出た場合もねこの公式を覚えとけばいいのとまあ今回特に重要なのが横並列接続のところにかかる、v、は一緒これね覚えとけば えーまあ、いろいろ応用が効くとはと思いますので、まあ、今日はこういった、ね、コンデンサの、えー、回路の問題でした。